アグニは日本海軍の解剖艦、ウグル型解剖艦の4番艦、1944年12月に竣工し、太平洋戦争を生き延びたものの行動不能状態で終戦を迎え、1945年11月に除籍された。2015年現在確認可能な太平洋戦争の戦闘記録上において、 アメリカ軍が使用した誘導爆弾が命中した唯一の日本艦とされる。艦名は沖縄県のアグニ島にちなむ。マ計画の解剖艦光型、第310号艦型の28番艦、仮称艦名第337号艦として計画。1942年2月14日、解剖艦オツ型の基本計画の決定により、 第322号艦型に計画変更。1943年7月5日、解剖艦改めおつ型の設計が完了したため、第310号艦型と、第320号艦型の幹交換のうち本艦を、含む8隻は、基本計画番号、E20 ビットに従って建造されることになった。また、幹交換8隻のうち日立造船に建造が、 割り当てられていた三隻は、傭兵側から要望のあった、総会具を装備した通称、日振り型として建造されることになる。1944年2月15日、日本交換株式会社鶴水造船所で寄港。4月5日、アグニと命名、占い守る型に分類されて、同級の24番艦に定められ、本席を、マイズル・チンジュフと仮定。6月5日、 官邸類別等級別表の改正で、解剖艦の部中に、ウグル型が新設され、同級の4番艦に定められる。9月21日浸水。12月2日竣工し本、本籍を、マイズル・チンジュフ、駅務を、マイズル・チンジュフ警備解剖艦にそれぞれ定められる。同日付で、ご防備船隊に編入され、基礎術力連成教育に従事。 1945年1月17日、海上護衛総司令部第1護衛艦隊に編入。22日、モホ01戦団を第18号海防艦、荒井崎と護衛士も自発。攻撃を受けることなく、2月2日、香港機。香港到着後、荒井崎が海南警備府作戦指揮下に編入されたため護衛から、外れ、護衛に第9号海防艦が、 戦団に、橋立丸がそれぞれ加わり、ホモレイ一戦団として2月4日香港発。上海へ向け航行中の11日、橋立丸が食来したためアグニは、短管でこれを護衛し、14日、上海期。アグニはここで戦団から離れて、香港へ開港。20日、ホモレイ二戦団を第40号海防艦と護衛し、香港発。3月2日、六連儀。 ここで戦団から離れ、3日、名忠だ丸を伴い六連儀。4日、六連を発し、吉林丸を6日まで護衛。その後、師匠さんに開校。8日、非96戦団に合同するため師匠さん発。同戦団に合流後師匠さん、滝道島、加徳水道を経由し、13日、文字記。18日、AS3 作戦参加のため文字発。巨文島で、 津島、区下と合流し、チェジュ島東方で任務に当たる。4月14日、もし例に戦乱護衛部隊ののみと、第31号解剖艦が、悲用島で飛来沈没したため、道東周辺海域で、対戦相当に十0二25日、第31解剖隊に編入され、巨文島周辺海域で、対戦相当に十0時。5月27日、 公開の証拠で、沖縄と行動中、PB4Y-2 懲戒爆撃機の空襲を受け、右玄全部に誘導爆弾バットが命中した。環境よりも前の艦隊が、下方に折れ曲がり航行に支障が出たため、稲城の救援を受け更新で、賃海に入港。その後修理のため、富山へ開港。終戦時は、富山で修理中だったが、艦首に板をつけて、富山を脱出し、 マイズルに開港。8月25日、マイズル府第一予備解剖艦に定められる。11月30日、海軍省の廃止に伴い除籍戦後は修理されずに部品取りとして用いられ、八条、区下、第205解剖艦とつながれ、マイズル港内に係留されていたが、1948年1月から5月20日に、 かけて、飯野産業マイズル造船所で解体された。被害年を対、詳佐、1944年9月1日から1944年12月2日。被害年を詳佐、1944年12月2日から1945年9月30日。これは、第315巻型の価格であり、基本計画番号、E20 ビットとしての価格ではない。これは、 法令上の定員数であり、特殊兵、その他臨時増置された人員を含まない。本来の官名表記はク国。以下、アグニの表記部について同じ。マル計画の当初計画での番数。後、基本計画番号 E20 は、建造予定を繰り上げて、第3 2十号艦を第一艦とした。この日時点で、 エトルフ型解剖艦のうち除籍となった艦が2隻あるため、それら除籍艦を含めると通算で26番艦。C パワー1989年8月号の記述による。マルスペシャル解剖艦では、艦種を失いとある。AB いずれも C パワー1989年8月号の記述による。マルスペシャル解剖艦では、8月7日舞鶴に入港。 マイズルで修理中に終戦とある、重因招集を解除されたことによる自動会食。ありがとうございます。